まあ、仕事がない時とかさ、はい、まあ金ないわな。ああ、うん、今もないんだけど、まあでもあれだね、まあ、結構気持ち次第なんだなと。まあでもそう、はい、餓死するようなことはないからな。まあそうだよな。みんな、まあ、就職してね、はい、会社勤めしとる人らば、はい、会社にまあ毎日休みの日以外行っとりゃ、ね、はいはい、給料出るっていう、はい、そういう約束だからいいけどさ、はい、自分みたいなこうフリーなやつは、はい、その働いた分のお金しかもらえないからさ、はい、ずっとそれがね続きゃいいけど、一つの現場終わったらちょっと暇になるからな。まあ、なんで、あの、ポンプに戻ると、石川さん自体が店開くって話はどうだったんですか？いや、その資金作りだよ。あの材料費買うにしても、何にしても。いや、そこはいつもは、それ前提でこの動画やっとんだなっていう、本当に立ち上戻るよ。これ大体地図なんですけど、はい、今いる場所がこの小屋の、はい、ここが焚き火、はい、でこれが寝るところです、はい、でここにレモンの木とかあって、はい、ハーブ園がここにあって、農機楼って言うんですか、伸ばさないで、のきろです、ね、のきろ宿です、ここは宿ですね。この石を、はい、この辺 あの山で取ってきたような感じで、人里離れてるんで、音楽好きな人も楽器とかもできるんですか？ああね、そうそう、それをだから今度やってみようかなと思って、はい、あ、まあ、今まではなんか身内のバーベキューみたいなのやってんだけど、はい、そう、ちゃんと音を出したことないから、ちょっと今度やってみたいなと思って。あ、それは4月8日の花見、ね、できればどんだけ音が出せるのかね、やってみたいな。いい、あの、うん、いい時間作りたいなっていうか、みんなで過ごしたいなっていう、誰か、あの、ね、老若男女、うん、石川さんが料理振る舞ってくれるんですか？まあ、一応あの、声かけてもらったもんで、はい、まあ、自分の出せるもん出そうかなと、うん、まあ、その日は、はい、あの餅つきと、はい、あのお花見と、はい、あと音楽がメインで、はい、でおかずっていうか、あの石川さん、ラミューさんはカレーとかすごい上手なんで、あ、まあ、プロカレー、うん、だからそういう人にもカレーハンター、石川さんのカレーが食べれるんですか、その日？もうそれは行くよ、その時、その日はもうその時もいいのつもり。そんでお米はフリーで俺が炊いて、はい、石川さんのカレーはキャッシュオンで買って、はい、っていうのがいいかなと思って、うん、そのお米は、うん、さっき言ってたここです、最初みんなで作ったやつ、ハイガマイスとか、うん、いろいろあるんですよ、品種も、はい、まあ何回かは炊くから、はい、うん、あ、なそうそう、多分ああいう羽釜で2升とか炊いて、はい、そう、で、石川さんのカレーが、そうそう、で、あとバーベキューとか持ち寄りでやったりしたいな、はい、あの一応このチャンネルは石川さん料理人、石川さんっていうのがメインなんですけど、じゃあ石川さんのカレーが食べれるイベントみたいな感じで、あ、宣伝していいですかね、はい、あ、そう、じゃあとうとう石川さんのカレーが、うん、石川さんのカレーが謎の出るよ、もうとうとう来ました、食べたことのない味を、皆さんが知らない味を、聞くカレーだから、体にいいですね、便の出が違うから、うんうん。